アリック日清は神奈川県を拠点として展開していた家電量販店。運営母体は日清株式会社。1947年9月に設立。ALIC はアートリビングクレアトールの文字から取られた。キャッチフレーズは家電とホビーの専門店。かつては横浜駅、西口本店のほか、秋葉原店、横浜駅店、鶴見西口店、川崎駅店。 大船店があり、ローカルで CM も放送していたが、現在は創業地の生麦店のみを残す。生麦店も通常の電気店としての営業ではなく、古くからの常連客からの要望への対応のみを一人で行っているという状況である。ホビーショップは本店、川崎駅店のみの展開であったが、両店の閉店を受けて、その機能を大船に移した。 家電量販店とホビーショップの組み合わせという形では先駆者的な存在である。日清の本店はテレビコマーシャルで登場したり、タウンページの広告に見取り図を掲載したりするなど、日清にとって象徴的存在であった。この項は当時の本店の特徴とテナントの変遷を記す。本店ビル3階オーディオフロア内には視聴室が設置され、メーカーによるイベントも開催されていた。 本店ビル地下1階は、ホビー売り場となっており、鉄道模型、ラジコン、プラモデルを取り扱っていた。天井から吊り下げられ、売り場を周回する線路上を模型の汽車が汽笛を鳴らしながら走り、買い物客を楽しませていた。地下1階から4階が、コムサストア横浜になった後も、5階は、ホビー専門店、ホビーミュージアム AIC として残った。 同店のリニューアルオープンに際しては、これまで鉄道模型に馴染みの内装を取り込むべく、他のフロア同様にアパレルデザイナーが内装デザインに携わるという過去に例のない取り組みが行われた。3坪の広さを誇る大規模な N ゲージのレイアウトを囲むように売り場が展開され、日本型 N ゲージを中心に、天照堂の16番ゲージなども扱う本格的な店舗であり、 ポセレジも導入されたが、コムサストア閉店の後2003年2月に閉店した。本店ビル5階の道路側には、日清直営のレストラン、ソレイがあり、本店従業員の食堂としても機能していたが、本店と同時に閉店。経営不振により横浜西口本店を閉店した、あと、地は、コムサストア、ヨドバシカメラを経て、現在は、ドンキホーテ横浜西口店となっている。 旧本店ビルは2018年現在も日清が所有しており、ビルの名称が ALIC 日清ビルとなっている。屋上看板の内正面はドンキホーテだが、旧大英横浜西口店側は ALIC 日清のままになっている。1980年代から1990年代には FM 横浜を中心にラジオコマーシャルを行っていた。同時期には、 L 紹介のコマーシャルもよく聞くことができた。1990年代後半まで TBS ラジオ日本放送でもスポット CM を出稿していた。1986年からテレビコマーシャル放送開始、同内容が1990年代初頭まで富士テレビやテレビ神奈川で流れていた。家電リサイクル法では客から不要となって引き取ったテレビや冷蔵庫などの 家電品を製造業者に引き渡すように定められているが、日清では廃棄物業者や輸出業者等に料金を支払って引き取らせていたとして、2002年2月15日、経済産業省と環境省から適正化勧告を受けた。AB、まとめて報告ボリューム72、実際に調査をしたけど、記事にならなかった、気になるをご報告。はまれっぽ .com 2018年5月27日閲覧。ABCDRMM アリック日清新発信。RM モデルズナンバー70 2014から06 83ページ日清に関するカテゴリーありがとうございます。